皆さんこんにちは、美容冒険家のマスクド J です。そしてはい、初めましての方も2度目以降の方も画面の向こうの5万人の皆さん、こんにちは、もかもか。卵は断然黄身が好きです。黄身派です。皆さんどうですか？なるほどね、まあ、栄養高いとこだもんね、黄身はね。でもあの筋肉作るには白身っていうじゃないですか。そうなんです、タンパク質でね、はい、白身むしろ捨ててる。あらら、だからこれ目的によってなんだよね、うんうん、目的の黄身をたくさん食べるか、まあ、白身をたくさん食べるか、うんうん、あの人たちね、ほらボディビルダーの方は逆に食べないから、ね、そうそう食べないから、うん、もうそれをもらいたいぐらい、ね、ああそうやってなんかね、うん、食品ロス、フードロスをなくしていくってのありかもしれないですね。じゃあコメントの方、ね、はい、お願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、はい、初めての方ですね、はい、高子さんからコメントいただきました。もかちゃん今更だけどウェーブも可愛いね、ウェーブも可愛いね。あ、 ありがとう、ありがとう、たかこちゃん。すいません、代表して。その時私が多分水素水を飲んでるって話したんですよね。はいはい、水素水の効果があったか教えてほしい、はい、ということをいただいてますが、そうですね、そうですねってなんだ。そうですね、効果があるかないかはわからない。でも飲んでないよりいいのかなみたいな。一応ね、データとかね、うん、取ってるメーカーさんいるんで、うんうんうん、やっぱりその活性酸素がまあね、そこがなくなるってところでは、うんうん、まあ調子良くなるっていうことを言ってらっしゃるメーカーさんもいるんで、それで、ね、水素水のメーカーさんがもしかしたらお客様サービスっていうか、そこにね、データ載せてる場合があるんで、そういうのを参考にしてもらって、気になる方は、はい、うん、まあ、あと自分に合うかどうかもね、あると思うんですけど、なんかあれ、酸素に触れると、その中の水素がすぐなくなっちゃうので、本当はなんかペットボトルで繰り返し飲むより、缶の飲み切りの方がいいって聞いたことあるんですけど、うんうん、まあ、確かにあのパックに組んで帰ったら、家でこう何回かに分けて飲むんで、うん、まあ、もしかしてその間に水素はいなくなってるかもしれない。いや、多分信じれば。きっと効くんじゃないでしょうか。プラシーボ効果で。じゃあ、じゃあ本日のお題ということで、はい、まあ、ちょっとね、これ並んでるのがいいですか、ね、こちらですね、はい、見せますか。はい、あのまあ、歯ブラシっていうか歯の周りのなんか、うん、まこまこちゃんが最近なんか歯の残ってらっしゃるっていう虫歯になっちゃったんですけど、はい、私あの歯の矯正をしてますので、はい、すごく歯磨きには気を使ってるんですよ、はいはい、で、あらゆる道具を駆使してるんですよ、はい、あの普通の歯ブラシ、はい、であの普通の糸ようじみたいな歯間ブラシ、さらに奥の歯までやる携帯の違う糸ようじ、はいはいはい、普通こうねってこうじゃないですか、糸のやつとあとこの先をこう、そう、そう先がこうなってんですよ、こうなってん、奥まで入れられる糸ようじ、はいはい、あと歯間ブラシ、はい、そして最後に尖ったワンタクトブラシっていうんですけど、歯と歯の間とか あと裏とかを磨く細いブラシ、はい、この4つ5つを駆使してすごいね、すごい時間かけて磨いてる、のに虫歯になったから、ね、あれって思ってるんですけど、そうだね、そうだね、皆さんあの虫歯の回あるんでぜひ見てください。違う、でも本当にね、今歯ブラシっていうか道具たくさんあって、歯ブラシも本当に今ねちょっとおっしゃったようにいろいろのね、普通の歯ブラシって何ってぐらいよ今でしょう、うんうん、まあ一般的なナイロンのね毛の歯ブラシだけど、その先がね丸くなって傷つかないとか、うんうん、まあ、ちょっとねその山味方にして、そう隙間に入るっていうのもねちょっと一時テレビとかでやってましたけど、あと今ね、まあ、こちらのメーカーさんのやつですと、そうそうそう、この毛先が、はい、こちら、はい、で毛先のね、その毛先の本数が多い。毛先の本数が多い、はい、これ何 ?6580 って書いてあるんですけど、でこれ6580本、はい、この小さいところにってことらしいですね。そう、はい、だその毛がたくさんあってより細かく、あの要は汚れをかき分けることができますよっていうのとかね、あとね、結構面白いのがあのヘッドがね、回るやつもそれも面白くて、回るやつで、ただこう普通に結ぶのと内側にするときにこうピュッてると内側になるような形でデザインされてるやつ、はいはいはい、内側が磨きにくかったりしますもんね、はい、はいはい、とかあとね、あのタンポポってやつ、タンポポみたいなのありません、ね、丸いあるある、全部360度球体みたいになって、はいはい、どこでも磨けるみたいな、はいはい、あとねゴロゴロするやつとかね、はい、それはなんか絡め取っていくっていうローラー式のやつとか、あと面白いのがあのこの毛先のところ結構いろいろ練り込みがあって、うん、例えば炭を練り込んでたりとか、うんうんうん、そこの表面に除菌剤っていうかね、そういったものを加工してあるところ、うんうん、そして歯磨くとそこ の, あの歯磨く効果であの口の中が除菌されるとか、そうそう、うん、あとそこについてるあのものが歯の表面に付着して汚れをつきにくくするとか、うんうん、もうねほんといろいろだよね、さらにこれ今電動歯ブラシが出てきてね、それがまたほらマイナスイオン出すとかね、いろいろ、うん、はい、電動派ですか手磨き派ですか皆さん、電動、おお電動、俺ねどっちなんだろうね、両方あるんだけど、うん、結局手が、あの、うん、手で使っちゃって、そう
そう、私も手磨き。でも電動もいいって言いますよね。あ、でも電動いいって。あの振動がやっぱ自分、うん、人間の手では作り出せない。そうなんです。2年前までは手磨き派だったんですけど、うん、はいはい、電動に出会ってから、うん、もう手磨きには戻れない。戻れない。多分ね、多分ね、技術的な部分とね、電動の方がいいんじゃないかと、うん、もっと頭で分かってる。だけどなんか歯磨いたい気がしないかもですよ。なんだろうね、歯ブラシもうゴシゴシするんじゃなくて、やっぱりそのまずはね、カスを取ることと、あと表面上の、あんまりやっちゃってほら、ね、削るのはちょっと違うんだよね。表面のね、エナメル質を、うんうん。そうそうそう。あと私今欲しいのは、はい、あの歯科衛生士さんがよくやってくれる、はい、歯のクリーニングでやる、お水が強く出てきて、はいはい、あの歯と歯茎の間の汚れを、はい、特に裏側とかを取ってくれる、はい、あれ欲しいなと思ってるんですよ。いいやつ結構お値段して。あれ一人でやれんの？自分で。やれるらしいですよ。そうなんだ。そういったね、いろんなね、歯ブラシとかあるんで、うん、もうこのちゃんたくさんいろいろ使われてるみたいですけど、まだまだ多分きっと未知の歯ブラシある。今度持ってくるわ、サンプル。それいろいろ使ってみてもらってね、どれが面白いか。あ、そうですね。そしたらレポートしますね。うん、歯ブラシレビューアーみたいな感じでね。新しい、新しいジャンルだな。いろんな歯ブラシがありますからね。やろうかな、それ。面白いですよね。ってことで、今日はクリスマスイベント、クリスマスいいの？クリスマスプレゼントってことで。クリスマスプレゼント、うん、はい、これを、はい、こちらスポンサーさんから頂戴したんですが、はい、まずこれが歯間ブラシ。じゃん。はい、歯間ブラシ。歯間ブラシ。はい。それと歯ブラシ。さっきの、すごく毛が密度が高いというこれを、はい、まあ、2セットあるので2名の方に、はい、プレゼントということで、はい、またじゃ あのツイッター、公式のツイッターの方で、はい、応募の方ですね、要件とはそこの方に載せるっていうことですので、ぜひ概要欄チェックしてくださいね。ていただいて、はい、はいはい、え、私最後に一つ質問があるんですけど、はい、歯ブラシとか皆さんした後水でシャシャシャってゆすぐじゃないですか。それで果たして歯ブラシ自体は綺麗になってるって思いますか？これがね、思いますか？私すごい気になるの。これがね、これがね、難しい問題ですよね。だってさ、これにさ、まださ、なんかついてたら、それでまた次の歯磨くんだよ。うん、なんでさ、食器はさ、洗う洗剤があるのにさ、うん、歯ブラシにはないの？それね、あのね、いや、その問題もあるし、でもいや、さっき言ったように、そのね、この、あの歯ブラシの刃先のところをコーティングして、うん、除菌してコーティングしているメーカーさんは、うん、それでも汚れが落ちるって言い方するの。そうなの、うん、そこね、すごい。そのために私あれ買おうかと思ったの、うん、赤外線当てるさ、ライト、ああ個人用の、例えばなんかピアスのこことかをもう見て、紫外線ライトだよ。赤外線じゃないか、あのよくあのね、あの銭湯とかの移動のところで、そうパン屋のトングとか、うんうん、そういうの消毒する、そう、ね、買おうかと思って。あとアルコールにつけとくとかね。本当適当でしょうね。そら、あとほら蜂蜜につけとけばいいね。それもあるし、そうか、蜂蜜の回見てね、すごいから。あとでも一番いいのは熱湯につける。溶けるやん。いや、ネットってそんなすごいやつ。でもそんな溶岩とかじゃないんだから。あのナイロンってあの古くなって刃先広がってくるじゃん、うん、これ寝てると閉じるっていう裏技があるんですよ。そうすると長く使えるっていう。でも皆さん、歯ブラシは刃先が広がったら替え時だから、うん、ケチケチせずに替えなきゃダメなんですよ。そしたらネットにつけるともうエンドレス、エンドレスに使える。まあ、あの、まあ、そういうね、歯の掃除も大事なんですけど、うんうん、まあ、基本的には食べるものを注意していただいて、はい、食べたい、はい、ということで、はい、まとめて。いました皆さん、今はいろんな歯ブラシ、歯のケアグッズが出てるので、いろいろ試して自分に合うのを見つけてね。刃先が広がったら熱湯だよ。それではまた、あとご応募お待ちしてます、はい、また次回、バイバイ、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。少しでもいいなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押してください。